疲れ様です。井上です。ウィングネオインフィニティ CAD を用いた製図。前回は引き出し線を例にとって文字装飾の追加や変更、他の図形との違いなどをお話しさせていただきました。文字装飾のレイヤー一括変更による印刷時の調整は、以前設計業務をしている際に実際に要望があったものです。文字装飾に限らず CAD を用いた作業では、オブジェクトとレイヤーの管理ができるとかなり楽になります。ということで、今回はレイヤー管理画面での作業を行います。普段は画面左下のレイヤー表示ウィンドウで表示・非表示の操作を行うことが多いですが、メニューバーの図面設定からレイヤー管理を選択すると、現在の全てのレイヤーの状況を確認して番号や名前を変更したり、不要なレイヤーを削除したり、新たにレイヤーを追加したりすることができます。例えば旧積表関係のレイヤーは、旧積表を別の表に作り変えても使用しているので、混乱を防ぐためにレイヤー名を変えておきます。ちなみにレイヤー管理のウィンドウはレイヤー表示ウィンドウ上で右クリックをすることでも開くことができます。また、計算書を作成して貼り付けた際に帳票関係のレイヤーができてしまっていますが、現在は使用していません。未使用選択のボタンを押すと、こういった現在使用していないレイヤーを選択してくれるので、ちなみに表の一番右データのところにも×印が表示されています。この3つのレイヤーはレイヤー削除のボタンで削除しておきます。さらにレイヤーごとに線の太さや色、線種を変更することもできます。図面・図形の線は基本的にバイレイヤー設定、つまり存在先のレイヤーの設定を使用するので、例えば汎用レイヤーの指定色を変更すると、こんな風に汎用レイヤーに存在する図形の色をまとめて変更することもできます。また、レイヤー管理ウィンドウからレイヤー追加のボタンを押して新たにレイヤーを作成することも簡単にできるのですが、レイヤーの追加に関しては今後どこかでまた別の機会にお話をさせていただきます。本日もお付き合いいただきありがとうございました。